こんにちは、ドラムスコケです。今回はウェンディー使って山竹ゼロをやっていこうと思います。山竹ゼロは地雷しか出てこないので、ウェンディーがめちゃくちゃ強いんじゃないかなということで、ウェンディーの昨日アップしたニラカナ動画見ていただけたでしょうか。あのニラカナ動画の SS めっちゃ強いやつ。そう、あの二雷行かないで使った時の SS が、それを山竹ゼロで使うと山竹ゼロはどう解けるかという感じでございますね。まあ、ニラカナが結構使ってみて好評だったんで、次が山竹の方に行こうかなということで、まあ、収録外で山竹のほかエデンだったりとか、ほかそれこそマリシテンだったりとか言ってきたんですけども、マリシテンダメージオールに触れると即死してしまったんで、いや結構ハードル高いなっていうことで、ちょっとおすすめあまりできなかったんですが、山竹ゼロはまあこのウェンディ持ってる方にとってはめっちゃ回りやすいんじゃないかなっていうことで、そしてまあ明日から超究極ね、また新しいやつ来るんですけど、絶対あれ難しいでしょ。あれ絶対またね、新しい攻略また作んないといけないんですけども、あれ絶対難しいよ。今までそもそもね、超究極来て超究極2個来たことあったかな、2個来たことあまりなかったんで、初めてだよ多分2個来たこと超究極なので、だいぶ難しいでしょ。まあブロックだけの、あとは友情コンボ禁止、まあ 100% 難しいでしょ。紋章ゲーだよまた超究極。まあ、またね、初日攻略動画頑張ってアップしますんですけど、よかったら参考のほどしていただければというのでございます。はい、そしたらこの感じでのいけるっしょ。強いな。でニードルパネルなんですけども、ニードルパネル当たるとだいたい1万5000ぐらい飛んでいっちゃうんで、ニードルパネルはあまり踏まないようにという。はい、そしたら、いやこんな感じか、ちょっと友情さんに当たりたかったけど、え強えな普通に友情。これ2回当たったけどこんなに削れるもんだ。でボスに入ったらあともう SS 打つだけなんで、はい、 SS ね、あの SS、 あのボスに入ったら SS で終わるんで、とりあえずある程度削っていきますか。とりあえず一発目の SS、西を耐えられるこたびは東か。さあ2発目行ってこい。いや強っ。西を平らげたと思えばこたびは東か。いややっぱね、山だけやっぱ思った通りですよね。やっぱ SS だけでほぼ終わるっていうね。まあニラカナもそうでしたね。やっぱニラカナも SS だけでほぼ終わるっていう。はい、ということで今回は山だけゼロ SS だけでほぼ終わるということで、皆さんもぜひやってみてください。
大和は国の